総額で200万以上を消すのにかかっています。なんでこのタトゥー嫌いですか？このタトゥーは顔がちょっと小さくて真っ黒けで分かんない、鶏みたいでちょっとブスだから、マサルさんに直してほしいなと美人な鳳凰に直してほしいなと思ってきました。尻尾が鳳凰じゃない、ムカデに見える。実は風神と雷神が入っていて、はい、こっちにも入っていて、はい、レーザーで全て消して、うん、レーザーね、どのぐらいかかったですか？2年3年かかって、まだこの跡が残ってます。総額で200万以上を消すのにかかっています。だからタトゥーを入れるときは慎重に決めないとこういうことになります。200万です。3ヶ月前に夜にチクッとしてムカデにここ噛まれて、救急で病院に行って、先生にどこ噛まれましたかって見せてくださいって服脱いで、そしたら先生がタトゥーにおおってムカデ、ムカデだ、ムカデが、ムカデがここにおニワトリから鳳凰になった。よかったな。ニワトリから鳳凰だ、綺麗ね。皆さんもマサルタトゥースタジオでタトゥーを入れてみませんか？ご連絡お待ちしております。